マスメディアの戦争責任とは、マスメディアが国民に事実を報道することを怠ったり、対外強行論を助長する報道を行うことで、開戦に立ったり、戦争の長期化を招くことに対する責任論である。警視庁検閲課による検閲の様子戦前の日本では1909年5月6日に交付された新聞司法によって新聞は検閲の対象となっており、 軍や政府は記事差し止め命令や写真の不掲載といった措置を取ることができた。大正時代まではこうした環境下にあっても露骨な言論統制が行われる機会は少なかったが、1931年の満州、事変以後、軍の政治に対する発言力が増大すると、正面から政府や軍を批判する記事の掲載が困難となっていった。 とりわけ、1937年からの日中戦争の勃発とそれに続く1938年の国家、総動員法の制定はそれを決定づけることになった。この点は当時唯一の放送機関であった日本放送協会においても変わるところはなかった。主力空母4隻とその関西機を失ったミッドウェイの大敗を転機として、軍令部は 参謀本部や東条秀樹総理権力省に対してさえ大敗の事実を隠蔽するようになっていった。言論統制の結果もあるが、日本のラジオ、新聞などは大本営の発表を検証しないままに過大な変更報道をし、国民の多くは国際情勢並びに戦況の実態を知らされず、戦争が長期化する大きな要因となった。戦争が長期化すると政府や 軍の強硬派に迎合する形で戦争の完遂や国策への協力を強く訴える記事が多く掲載された。これには情報局の指導もあった。1898年の米西戦争では読者数の拡大を目指す新聞がセンセーショナルな報道を行いアメリカ合衆国の介入を煽った。イラク戦争に関してイラク共和国国内に大量破壊兵器が結果として 存在しなかったが、多くのマスメディアは、大量破壊兵器の除去という海線理由への検証を怠った。幻の大戦下大本営発表の真相。ありがとうございます。